グレンビル男爵はかつて存在したイギリスの男爵位、グレートブリテン貴族爵位。首相ウィリアム・グレンビルが1790年から1834年にかけて保有した爵位である。ショーピット内閣で閣僚職を歴任していたウィリアム・グレンビルは1790年11月25日の直居上により、グレートブリテン貴族爵位、バッキンガム州における ワットンイコールアンダーイコールバーヌードのグレンビル、男爵に除せられた。グレンビル卿は、その後首相になっている。しかし彼に子供はなく、1834年1月12日の彼の死と共に、爵位は廃絶した。一方、ウィリアムの兄であるジョージ・ニュージェント・テンプル・グレンビルも、ショーピット内閣の閣僚職を歴任し、1784年にバッキンガム公爵に除せられている。 さらにその子である、リチャード・テンプル・ニュージェント・ブリッジズ・シャンドス・グレンビルは、1822年に、バッキンガム・シャンド公爵に除せられたが、この公爵位は2代後の1889年に、廃絶した。ありがとうございます。